ツイステッドワンダーランド、はい、更新されましたね。なんかいろいろと、まあざっくりと見ていきましょうか。まあ地味に助かる機能って感じかな。いきます。お知らせ、プレイヤーバースデーの設定について、開始ファーストアニバーサリー、ここはまああれだとして、まあセベックのバースデーが一番メインだよね。みんなはセベックバースデー回しますか？俺はちょっと見送りかな。まあ大好きなディアソムリア寮だけどね、ちょっともう意思がない。いやいや、あるけど、あるけど。あ、これはダンベル？まさかお前筋トレ好きか。相変わらずマレウス様好きだな、お前。肖像画。バランスタイプなんだね。まあね、なんだっけ、覚醒イラストはね、各自みんなで頑張って確認してな。多分もう俺のフレンドの中に、きっと何人か覚醒させて、セベック好きって言ってる人がいっぱいいるであろう。ちょっと噛んだ今。で、次、ファーストアニバーサリー。なんかまたちょっとね、いろいろと追加されて、下の方だったかな？ここら辺じゃねえな。ここでもないね。どこだ？ここだ。はい。スタンプミッション第2弾。まあ、これはまたみんなね、後々頑張っていきましょうね。マジカルキーもらえるっぽいから。はい。俺も1個だけ手に入れたよ、前回ので。で、サムのアイテムガチャ。これがね、見たんだけど、ちょっと、うわーって感じ。まあ、古参の人とかでいっぱいアイテム余ってる人は結構助かるのかもしれないけど、俺も最近育成とかちょっと滞ってるから、あんまり、なんつうんだろうな。あんまり得なガチャではないのかなって思いましたね、個人的に。で、なんかいろいろと変わってますね。ホームセッティングの操作も変わってるし、ショップの操作も変わってますね。なんかそんな改善するほど俺めんどくせえなって思ったこともないんだけど、まあ、結構あったのかもしれないね。魔法師での新ボイス追加。これはありがたいね。グリム、ストライプリボン、パーソナルストーリーには、これはまだ先の話だね。はい。まあ、イラスト見るときは、ほら、オンボロ寮って呼び方、よく考えたら失礼なんだぞ。これはね、地味に欲しいよ、ね。ウルトラゴージャス寮に変えようぜ。はい。なんか結構ね、見たかったんだけど、このカードのイラスト見たいときとか見れなかったからさ、これ結構美味しい機能だなって思った。ね。これはいいか。キャラ単体でもねっていうのはあるけど。で、ショップ、これで、アイテムガチャ、これがね、俺にとってはあんまり美味しくなかったかなって。あ、100、うーんってとこ。で、アイテムできるのがさ、まあ、ここら辺はちょっと出す気ないんだけどさ、普通に使うから。で、育成アイテムもこれあんまり出せるもんないじゃん。うん、無理だよね。あ、まあ、メモ帳ぐらい？いや、でもなんか、ちょっと渋るところあるよね。まあ、メモ帳だったらいいかなってところだけど、それ以外の魔導書と教科書は出せないしって感じ。で、あと多分これ過去のイベントのやつなのかな。あとツナ缶もあるね。ツナ缶も出せないしね。これツナ缶できたらね、神ガチャだったけどね。俺にとってはちょっとね、無理ですね。で、あとキャンディーか。まあ、基本的にみんな、ある程度育ってる人は錬金術回してるはずだから、キャンディーが余ってると思います。もう俺なんかね、デュースとかがね、一番余ってるの誰だろう。なんかすーげー一人にだけ、リリアでも多分そんなないな。あ、ないね。全然ないわ。デュースこいたわ。なんで俺こんなデュース持ってんだろう。スペード、あれ？スペードってデュースだよな。確認しとこう。なんか自信ないわ。ミラー。ミラー違うわ。ミラーガチャだよ。ガチャはしない。単発ぐらいなら回してもいいかな。ミラー。おい、俺しっかりしろ。カードだよ、カード。カード。カードだよな。デュース、スペードだよな。なんで俺デュースあんなに余ってんだろう。どうしたんだろう。なんかデュースにあったのかな。何かを感じるものがあったのかな。もう50枚あるわ。早く覚醒させてやんないと。はい。じゃあ、ちょっと試しにアイテムガチャ回してみようか。デュースの25枚出せば、まあそれなりの数になるのかな。マックス。あ、マックスだとか。あ、じゃあダメだな。あと25個交換出さないとな。ちょっと困るね。じゃあバラのキャンディーを14枚ぐらい出そうかな。とりあえずね、5個あれば覚醒できるからね。そんなに大事に取っとく必要もないしね。やめ。これで、あ、100枚になった。よっしゃ、行ってみようか。まあ、当たり出たら結構いいらしいけども、提供一覧。マジカルキー出たら当たりって感じか。あー、マジカルキーよりも覚醒の高数、あ、パーセント低いわ。一番欲しいのが一番低いわ。まあ、しょうがないよな。まあ、狙い目はやっぱり覚醒の香水だよね。マジカルキーもらってもってところだし。うわー、いけるかな。出たら神ガチャだよね。いくよ。サムがめっちゃ喋る。はい、オッケー。あ、え、これは今一瞬なんかちょっと期待したけど、まあこんな感じですね。
まあ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 、やっぱ子さんの人でね、アイテム余ってる人の人に対してはだいぶ救いのガチャだと思います。俺みたいにね、始めた時期も半端だし、ちょっと育成が放置気味の人とかはあんまり美味しくないイベントですけども、まあ無料でこうやってね、アイテムが手に入って覚醒素材が揃う可能性があるんだったら、結構良いイベントなのかなって個人的には思います。はい、まあみんなも頑張ってな。ちょっとここら辺はね、あんまりちょっと使うかどうか悩むけどね。まあある程度戦力揃ってで余ってるって人はここら辺使ってもいいのかもしれないけどね。あー、ちょっとガチャお試しでこれやってみようかっていうのにはなんか気が引けるな。やっぱ強化素材は結構大事だもんね。はい、ということで今回はここまでとさせていただきます。いや、やっぱ、ごめん、グリムセリフかぶってる。やっぱ行くか。やっぱここ実況者として実験台になるべきだよな。わかりました。なんか誰に語ってるのか知らないけど、ちょっと俺実験台になるわ。行く。みんなにね、希望を持たせたいっていうのは正直でも消費アイテムは絶対使わない。これはダメ。育成アイテムでエピソードは結構、エピソードがあんまり美味しくないイメージだから、エピソードは取っとくとして、まあ、ここら辺ちょっとやってみっか。どや、ほら、実況者魂ですね。あ、苦しい苦しい。あー、マジかよ。あ、覚醒の香水か。これなら全然いいじゃん。あ、みんな覚醒の香水は余ってるでしょ。覚醒の香水バンバンだぞ。これならいいじゃん。待って、俺出しちゃったんだけど。もったいな、やっちまったよ。184枚ぐらい出そうか。はい、あー、いいね。みんな基本的に覚醒の香水余ってると思うんで、こちらは覚醒の香水出すようにしてください。覚醒の香水ってあれでぐらいしかないもんね。背景交換ぐらいしかないよね。で、あとメモ帳がまあちょうどいいくらいの枚数になるように、なんか緑がめっちゃ余ってる。多分 K 君が緑だったからこれ集めてたね、一時。もうちょい振るか。もうちょい。これで200連分、ん、違うな、100連分になるのか、正確には。あと何枚だ、8、58枚か。58枚出しましょう。俺の緑のメモ帳、みんなに夢を見せてあげる。 OK、 じゃあこれで100連いきます。アイテムガチャ100連だよな。1000枚で50連だから100連です。いきます。はい。お、お、待って、なんか、あー、そういうことか。あー、なるほどね。ちょっと期待した俺がいたわ。もう一度引く。お、お、お、うん、なるほどね。教科書はおしゃれな入れ物ってわけだ。ってことはすげえ豪華な入れ物あるのかな。あ、まあ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 、レアのあの、なんだっけ、レアの香水がこれになったって思えば、まあ美味しいっちゃ美味しいかもしれない。お、あ、あれ、あ、あ、うん、あ、あ、でもこれ、これはいいね。これこれ、星のかけらね、いい感じ。あ、意外とありっちゃありなのか。出るものによっては全然ね。あ、いい、いいね。いや、いいね、いいね。余ったレア香水、え、待って、レア香水がこうなるんだったら全然 S レアだ。S レアはあんまりなーってとこなんだけど、うん、まあ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 、シルクハットが最高レアなのかな、これって。もう一段、お、あ、違うか。ねえ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 、なんかね、ちょっと期待した俺がいたよね。違ったね。もう一度引く。うん、ダメだね。もう一度引く。ああ、これ素材、素材きたね。 BP なあんまりやってないんだよな俺。なんか BP なー、ちょっとな、戦闘放置気味なんだよな。うん、だから教科書出るのはありがたい。やべえ、すげえ勢いでなくなってんじゃん、メダル。ああ、待って、じゃあさ、子さんでやってる人ってさ、レア香水絶対余ってるわけじゃん。羨ましいんだけど。めっちゃ回せるじゃんね、ガチ課金の人はね。奇跡的に香水が引きたかったかなーって思うけど、もうダメそう、引けない。はい、ということで全く引くことができませんでしたね。え、どうなのこれって、提供一覧で。あ、でも覚醒の香水 0.8%。 あー、ちげえわ、 SS レア 0.05 だわ、もっと下だわ。まあまあまあ、そうだよな。コニちゃん、コニちゃんじゃないよ、全然出なかったし。まあね、レア香水が星のかけらになったり教科書になったっていうのはでかいかもしれないね。うん、はい、ということで今回はここまでとさせていただきます。あのね、みんなね、アイテム余ってる人は基本的にはレア香水を出すようにした方がいいと思います。ガチ課金中だったら、だって香水1000ぐらい余ってんじゃない。なんか俺そういう人見たことある気がするもん。うん、頑張って
いっぱいアイテムガチャ回してくださいね。それではシアンでした。またね。